イチストでパルプンテしかしないって嘘ついたら勝率 100% 説。まあまあ私ね、まあ諸事情により童貞でして、まあ童貞というのは夜寝る前にこういうことを考えるんですよ、基本的に。まず最初はね、これ呪文が出てもパルプンテしかしません、はい、これしませんよと、ほらほらほらしないんだよと、しないんだよということを見せつけて、しないよと、まず信頼を得られました。まあまずね、この画面上では私が二十数年低層を守り続けてきたという社会的信頼、社会的に信頼に値する価値のある情報、これをお相手の方に提供することできないんですね。これできないのか、先ほどは何かの気の迷いだと、今裏で連絡を取った時にそういうふうにおっしゃってらっしゃいました。ほら、まずこの全くね、これ使わない、はい、なんで今使わなかったんだって、なんで着信使わなかったんだって思ってると思います。そう、それでいい。ほらほら、これたな、使わないんだ、なんだなんなんだって、こいつは何か、何が起きてたって、何が起きてたって今なってます、これ。あれ、スマッシュだって。なんでだって。崖攻めの呪文、なんでしないんだ。あ、掴んで、掴んで、掴んで、5回も殴ってんだって。なんなんだ、こいつはって。多分思ってると思います。思ってんので、はい、これ!あ、あ、ちょっと、違います、違います。暴発です。暴発? あ、はい、今、今、LINE 来て、暴発だって分かったみたいですね。ダリコ、なんなの、お前。ねえ、なんなの?聞いてよ、お前。ほら。おら!いや!ねえ?ね?言ったでしょ?この作戦勝率 100% だから。やばいでしょ?俺ね。すると思わせてしない。するんだよね。いやな。で当たんないの?ノリ悪くね?ノリ悪くね?オンライン。ガチノリ悪いんですけど。もう知らねえわ、もう。するよ、もう。パルプンテ以外も。なに、はぁ、あ。起きそう。そろそろね、本気出します。皆さん、いつまでも僕のこと侮るのやめてください。今日でその認識、変わると思います。受け身取っから。鍛え上げられた童貞は受け身すら 100% の確率で取るからね。ほら、避けっから。あ、いや、待て、ちょ、はい、アピール。はい、しませんよと。そんなこすいこと。おい、ご置き攻めも。しないんだよと。何やってんのこの人と。あなた思ったね、スイさん。あなたの認識。5秒後に裏切られる。いいね。準備は整った。舞台は完全に整った。なめんだよ、お前。な、今のはミスだと解釈してもらうことにして。ここ、なめんだよ、お前。ほら。今ね、まだ、この相手が動揺してる隙に。おら!あ、うますぎる。うん。もうこれでやめ。もうこれで終わり。うん。だってそもそも相手の名前見てねえもん、こいつら。ノリも悪い。名前も見ない。ああ、話にならん。もういい。もうしない。スマブラやめた。もういいもん。ほら、普通にやりまーす。でもね、一応使わないから。一応。気づくかな。俺ぐらい繊細になると普通に気づくんですけど。まあ、このお相手の名前的に見ても、ほら。繊細さ気づかんか。俺の繊細さ気づかんか、それ。かなり繊細だけどね。うん、無駄、もう、下スマッシュだ、下スマ、会議の後の下スマッシュ、死ね、お前はもう。うん、多分ね、かなり相手もズボラ?うん。かなりズボラなんで、今のも気づいてない、これ多分気づいてないですね。何やってか気づいてない。ほら、多分、何かされてるって気は、喋る時間ぐらいくれよ。どうてに喋る時間お前あげなかったら、じゃあ何あげるんですか?あなたの低層が欲しい。